おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回ね、整えるがハンナキーの手によって心得る完全体心得るへと、進化し、そのまま息を引き取り、そしてねチップを渡されます。心得るのチップを、ハンナキーから受け取ったんですが、それをねナオちゃんに奪われました。はい。なのでそのチップを奪って逃走したナオちゃんのところを、追いかけるところから始めていきたいと思います。はい。そうね、こういう想像しいところから始まるんですよね。じゃあ追いかけましょう。ロビー、ナオさんは寝室の方へ行ったか。皆さんどうしました？ガシュー、お前邪魔よ。ちょっと避けて避けて。邪魔するのは急いでるにゃん。おお、これは失礼しました。しかし急ぎすぎて転んでしまっては危険ですよ。どいてよフロアマスターさん、これは何の時間稼ぎ？めっそうもない、心配からお声掛けしただけです。どうぞ。ナオさんの寝室に向かわないと。え、これって何？ソウさんたちも一緒に行動してたの？どういうこと？あれ？ソウさんは今なんで急に現れた？行きなよ。今はおのおのでやるべきことだよ。匂い、ムーディーなフェロモンの匂い嗅いでる場合じゃない。行かないと。このさ、首をちょっとかしげたガシュ怖すぎるんよね。なんか、あのロボットみたい、本当に。ゴキって首曲がってるように見えて怖いわ。あ、動いてる、ナオちゃん。ナオさん、来ないでください。おや、お客さんですか？おお、サラさんたちではありませんか。いやー、おっさんのモニターは、レコさんに壊されたんじゃ。先生は、また生き返ったんです。私たちを、守るために。皆さんご安心ください。私が脱出の手引きをいたします。いや、手引きをしてくれるっていう BGM じゃないのよ。手引きってどういうことにゃ。人工知能の私なら持っているのです。この施設のセキュリティデータを。そんなバカな。信じてください。施設内のマップが必要なのでしょ。マップって、秘密の部屋がわかる。施設の構造がわかる。うん。この施設の構造がわかるかもしれない。いや、絶対騙されてるよ。せめてさ、その BGM を変えるっていう、力を持ってから来てほしいですね。ナオさんが持ってきてくれたパソコンがあれば、そのデータを渡せるんです。あ？パソコンもいつの間に奪ったの、ナオちゃん。だからナオ姉ちゃんはパソコンは。え？いつの間にパソコン奪ったの？なぜ奪わせた？チップは必要か？なぜ奪わせた？なぜ無理やり奪わせたんですか？時間がなかったもので。サラちゃん、先生を疑うようなこと言わないでください。いいんです、ナオさん。さあ、早く繋いでください。時間がありませんよ。待ってください。あなたは本物？何か怪しい。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたは本物か偽物かで言ったら偽物でしょう。何か怪しいです。何か怪しいです。ナオさん、なんてこと言うんですか。先生の優しさを疑うなんて許せません。まあまあ、ナオさん、サラさんたちは疲れてるんです。さあ、あとはそこのプラグを。ダメです、ナオさん。できました。これでいいんですか、先生。よくできました、ナオさん。あなたは本当に扱いやすい。
ああ、ほら、もう表情も背景も変わっちまって。先生。このパソコンも、チップも、デスゲームに非常に邪魔なノイズだった。でも、これで、ガシュー様も安心する。ガシュー様、ナオさん、パソコンのチップをこっちへ。そいつは三島先生じゃない。もう遅い。チップもパソコンも私と接続された。すべてのデータを破壊する。二度と脱出なんて夢が見られないように。やめろ。メインゲームから逃げるな、人間ども。ナオちゃんやってくれたな。え、なんだ、ね、え、なに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 、怖い怖い怖い、なんだこれは。エラーが起きました。エラーが起きました。エラーが起きました。くそ、なぜ？一体、何が起きて？うまく、いきましたね。なおちゃん？あれ？え？あ！なおちゃん！よかったー！三島先生側についちゃったかと思ったよ。そうみたいだね、ナオさん。ナオ、貴様何をした？こんな、気安く呼ばないで。先生の声で、先生の姿で、私の名前を呼ばないでください。ナオ、お前まさか初めから私と先生の絆が、そんなか弱いものだと思いましたか？ねえ、サラさん。パソコンにあった謎のプログラム、覚えてる？え？エッチなファイル！ハッキングファイルだ！はぁはぁ、エッチですね、それは。その通り。笑っちゃうよね。ファイル名、エッチなファイル。あれさ、カイさんが用意した奥の手だったんだ。イニシャル、エッチのファイル。実は、組織の情報を吸収するための、ハッキングプログラムだったんだ。え？ハッキング、だと？消去されるのは君の方だったね。やめろー！人工知能が消えた。立てる、サラさん。いや、ここは手を借りよう。ありがとう、ソウ君。ちょっと重いな。ひどい！サラちゃんは、まあ、でも背が高くて、ナイスバディですから、まあ、そこそこのね、筋肉と、そういう重さがあっても仕方ないと思うんですよ。そうくんは、まあ、筋肉ないひょろがりだから軽いかもしれないですけど、ね、サラちゃんは、やっぱ運動もしっかりしてる、筋肉がついたナイスバディですので、まあ、重さがあるのは仕方ないということで、よろしいですかね。失礼な。僕はこのまま解析に取り掛かるから。君に役目を伝えるよ。ロビーに全員を集めてくるんだ。頼んだよ。はあ。理解の追いつかない私をよそに、ソウさんはパソコンをいじり始めた。わあ、ソウさんパソコン得意なんだね、やっぱり。まあ、やっぱ任せといてよ、みたいな感じだったもんね。その、一章の時のさ、パソコン、こう、ロック解除するのに対してもね。ああ、なおちゃん、ごめんね。ちょっと疑っちゃったよ、また。三島先生に対して、
こう執着してる感じがさ、やっぱもともとあったから、一回強くなったとはいえ、やっぱりさ、心配しちゃってたんだけど、いや、思った以上になおちゃんは強くなってたね。ごめんね。すみません、サラちゃん。騙してしまって。全部説明してください。まだ頭がぼんやりしてます。いい演技でした。いい演技でした。いい演技でした、ナオさん。全部理解されたんですか？すごいです。わからない部分もあるけど。説明します。実は、交換フェーズが始まって、役職カードが配られた時、モニターに偽物が現れたんです。最初だけ信じてしまいました。先生が復活したって。でも、すぐに我に返ったんです。偽物は私に、パソコンとノエルさんのチップの回収を命令しました。誰にも相談せず、一人で実行しろと。ナオさん、従ったんですか？いつからソウさんとタッグを？あとは流れですね。いつからソウさんとタッグを？いつからソウさんと手を組んだんですか？さっきです。サラちゃんたちと医務室で会う前。はじめはすぐサラちゃんに相談しようと思いました。でもそれって、偽物も予想してるんじゃないかって思ったんです。警戒がバレたら、きっと偽物は消えてしまう。なんとか、少しでも情報を抜き出せないかって考えました。だからって、陰キャに相談したわ。そうです。捜査に相談するなんて、偽物は思わないはず。もう引っ張られてる引っ張られてる。銀くんに引っ張られて、捜査のこと陰キャ呼ばわりするところだったなおちゃん、かわいい。そして、騙されたふりをしたまま、偽物にハッキングなんとかを送り込んだんです。なおさんがそんなことできるなんて。偽物に信用される一番の方法は、目の前で、サラちゃんと敵対してみせること、でした。それも全部陰キャの作戦だったわ。すごいにゃい。そうですね。私も陰キャですね。ああ、ナオちゃんの作戦だったのに。銀くん、ちょ、失言よ、それ。ナオ姉ちゃんは陽キャにゃん。陽キャではないです。でも、あのソウさんが手を貸すなんて、どう考えれば。私は、ソウさんを信じてみます。脱出のための計画、ソウさんはそう言ってました。お願いです。ロビーに皆さんを集めてください。ナオさん。まあ、ここまでしてくれるっていうと、ちょっとソウさん信用したくなる気持ちもね、まあ、わかるっちゃわかるね。ここ今何もないかな？ソウさんはどういう匂いするの？ソウさん。今は話しかけないでくれる？ムカつくにゃーい。任せてみるしかないか。いや、ちょっと銀くんに匂いを嗅いでほしかったんだけどな。陰キャの匂いは嗅ぎたくないわんってことかしら？ロビー行こうか。さあ、みんなを集めるっていうことですが、みんなどこにいるんだ？憩いの場。いない。みんなどこにいるの？モニタールーム。いない。景品交換所。いない。みんなどこ？おーい。みんな。私たちを二人にしないで。いない。嘘の間は？嘘の間もな、もうすっきり何もないね。どこにみんないるの？医務室？医務室は？おーおーおー、暗い。そして、ハンナキーとレコさんが話してるのは、これ危ないですか？大丈夫ですか？あれ？電気が消えてる。暗闇に、誰かいる。なるほど。だいぶ、心をやられているのかもしれません。私が、か？あなただけ、というわけではありません。皆さん、壊れかけです。みんな？辛すぎる記憶は、忘れた方がいいこともあります。実際、人間の脳はそういう風にできています。皆さんは強すぎたんです。だから記憶を自ら消せない。だからって、お前の手で消すってのか？アリスの記憶を。
や、ダメだよ。レコちゃん。ダメよ。辛い記憶だけ、ですよ。楽しかった兄弟の記憶、それを残したまま、嫌な記憶を忘れられるんです。あなたを治せるのは、私だけです。嫌だ。やっぱり、アリスを忘れることはできねえよ。あいつとの思い出ってさ、そんな多くないんだ。嫌な思い出を失っちまったら、ほとんど残らないよ。だから、かけらほども忘れられねえ。レコさん、わかりました。あれ、サラ、レコさん、装置を使わなかったんですね。暗闇で何を？装置を使わなかったんですね。装置、使わなかったんですね。まあ、な。つれえ選択、しちまったかな。ロビーにいるよ、サラ。用があれば、声かけてくれ。レコちゃん、偉いよ。そうだね。アリスさんとの別れの記憶失っちゃったら、せっかく一瞬でも和解できたことも忘れちゃうわけだからさ。なんだろう。嫌な記憶も、良かった記憶も、全部ひっくるめて、アリスさんとの思い出って、思えるレコさんは強いよ。いや、かっこいい。大好きだ。その選択をハンナキーはどう受け取ってるんだい？私はこの装置だって幸せになる一つの方法だと思ってます。どんな風に思われても。まあハンナキーもハンナキーでね、みんなが楽しい状態で人生を過ごせるんだったらそれはそれでいいと思ってるってことなんだろうけどさ、どうなんだろう。ハンナキーはさ、涙人形って言ってるけど、生きてるのかな？人間なのかな？どっちなんだろうね。移動しますか。はい、じゃあレコちゃんをロビーに連れてくることができたんで、あと行ってないのは、自分の寝室には誰もいないでしょ？誰かいたら怖いもんな。あれ太郎か？あ、いたいたいた、二人がいた。脱出の手がかりは掴んだかい？サラちゃん。はい。え？なので、二人ともロビーに集まってください。本当に、そんなことが？ソウさんが今方法を試してるんだ。ソウさんが？オーケーだ。半信半疑だけど、やることが終わったらロビーに集まるよ。やることって何ですか？刑事さん、浮気じゃないですよね。カンナちゃんと浮気しないでくださいよ。頼みますよ。ちなみにカンナちゃんの匂いは？クンクン。何してんの？スケコマシの匂いがするにゃん。どこでそんな言葉を覚えるのかね。スケコマシ？スケコマシってなんだ？聞いたことあるけど、ちょっと調べよう。これあれだ。多分、刑事さんの匂いを嗅いだことになってんだ。俗に女を物にすること、またそれが上手い人。そういう匂いがするらしいよ、刑事さん。いやーわかる。カンナちゃんの匂い嗅げないの？かけないんだ。残念。あ、でもさ、確かにあれか、さっきあれか、叩かれてたもんな。そういえば。痛かったね。瓦礫の部屋には誰もおらん。あ、いたわ、キュー太郎さん。でかあれ、キュー太郎さん寝てる、のか。え？え？え？口元から血が流れている。ちょっと待って。座って死んでるとか、え、あ、は？え？生きてるよね？筋肉、ゴリラ。大丈夫。息はある。よかった。でも意識がない。
一体どうして？え、何？あ、スタンガンじゃないこれ。変な機械のようなものが落ちてる。シャラ姉ちゃん、これテレビで見たことあるにゃん。スタンガンだわ。なんだって？当てるとビリビリっとして動けなくなるにゃん。スタンガンを手に入れた。しかもこれ、一回分って書いてある紙が貼ってあるにゃん。まさか、九太郎さんは誰かにこれでやられて。もう電源が入らないから、多分そうだと思うわ。ここで、何が起こったんだ？そうだよね。だって九太郎さんいつからいなかった？サラちゃんが取り乱した後から確かにいなかったっちゃいなかったんだよな。電子パッドのようなものが落ちている。拾ってみよう。電子パッドを手に入れた。これ、九太郎さんの電子パッドか。なんで床に？役職カードを確認できる電子パッド。瓦礫の部屋で気絶した九太郎さんのそばに落ちていた。九太郎さん本人調べる？九太郎さんは気絶したまま椅子に座っている。とにかく、このままにしちゃダメだ。うん。でも、連れて行けるかにゃ？そうだな。誰か呼んでこいよ。ちょっと多分100キロ超えぐらいあるはずだから、ちょっと刑事さんいないと多分無理だから。誰か呼んでこよう。九太郎。何があったんですか？事情は後で。九太郎さんは大丈夫でしょうか？うん。これじゃあ意識を取り戻すのは時間がかかるかもしれないね。そうですか。後でロビーで落ち合おう、サラちゃん。おぶってでも連れてくさ。脱出の方法が見えたんでしょ？はい。君はやるべきことを、ね。ありがとうございます。さすが刑事さん。九太郎さん心配だけど。100キロくらいありますかね。野球選手というより、プロレスラーみたいだよね。そうね。じゃあちょっとセーブして、でも多分全員呼ぶことはできたと思うんだけど、ロビー戻ったらみんないる？あれ？レコさんいない。あ、これでみんなに声はかけたけど。なあ、サラ。これから何か始まるのか？やっぱり九太郎は重いね。ちゃんとおぶさってるっていう描写があるのすげえ。九太郎さんがなんかおんぶされてんのちょっと面白いな。本当に脱出口があるんですか？信じてみましょう、ソウさんを。みんな集まったか？あ、でもソウさんはまだだね。ちょっとレコさんの匂い嗅ごう。くんくんくん。なあ、目が覚めるようなキリッとした匂いは。いい香りだろ。銀もつけるか？考えておくにゃ。くんくんくん。ラオネチャっぽい匂いにゃ。それっていい意味でですよね。くんくんくん。嗅がないでください。こっちだって好きでやってないにゃ。変態扱いするのは。銀、嗅がなくてもわかる。噛んだはいい匂いだ。もう、何なんですか？かわいい！ちょっと待って、初めて見たよ。その照れ立ち、いいね。いや、いい匂いしますよね、きっとね。ちょっと、バケツ被ってるのだけ未だに謎だけど。これあれなのかな？ちっちゃい頃から被って、ちっちゃい頃その公園で被ってたバケツが、自分が大きくなったらもうなんか帽子みたいに頭に被せられるようになったみたいな感じなのか？あれ？でも頭ってそんなでっかくなるっけ？まあ、とりあえず刑事さんにも話しかけようか。くんくんくん。ゴリラの匂いがするにゃん。ゴリラ担いでるからね。確かに。え？まだ九太郎が目覚めないみたいだ。まるで深い眠りについてるみたいだよ。そうですか。心配です。起きる前に脱出しましょう。ひどいよ。ちゃんと目が覚めるか心配です。大丈夫さ。いざとなったら水でもぶっかけてみよう。体育会系だ。あの、サラさん、ソウさんが脱出のために動いているんですよね。カンナ、
その通りだ。その通りだ。ソウさんに頼る形になるが。きっとやってくれます。カンナは信じてるんだな。この作戦、フロアマスターさんにバレないと良いですが。ガシューに見つかるとまずいですね。偽三島先生の人工知能の件、そろそろ異変に気づかれてしまうかもしれません。そうなると、かなり警戒されてしまう。ソウさんはどこに、ガシューを足止めしよう。ガシューを足止めしよう。そういえば、すれ違った時にハンナキーさんを探していましたよ。話し込んでいてくれれば、時間はあるかもしれませんね。そうか。あの、サラちゃん。ソウさんが、モニタールームの方へ向かったみたいです。え、まさか、そこに秘密の部屋が。はい、様子を見てきていただけませんか。よし、モニタールームか。オッケー。脱出って、本当の話か。とてもじゃねえけど、信じられねえよ。レコさん。本当の話です。脱出の糸口を見つけたのは、本当です。すげえ。やっぱりサラは、何でもできちまうんだな。あとは、私たちの手で、手繰り寄せるだけ、か。一筋縄ではいかない予感がする。そうね。じゃあちょっと、モニタールームに行く前に、一回セーブ挟んで、じゃあ、ソウさんのとこ行きますか？ソウさん大丈夫かな？一人で行動するとあんま良くないと思うんですけどね。じゃあ、モニタールーム。無事？あれ？うん、なんだ？はしごがある。なんだ？モニターの裏にはしごが。行ってみようにゃん、サラ姉ちゃん。行くか。あ、移動でいいのか？あ、違うな。あ、ここか？はしごは天井の奥まで続いている。登ろう。おお！これは、これは誰？知らない人がいるね。これは、あと何？フロアマスター規約と書かれた紙がある。フロアマスターの規約？読もう。フロアマスターは誇りを持ってデスゲームの進行を行いましょう。1、参加者に説明が必要な試練は事前に説明すること。2、フロアマスターは参加者を直接殺しちゃいけません。3、フロアマスターは参加者を騙す目的で嘘をついちゃいけません。4、メインゲームで不正があった場合、不正者の死をもって続行するか、あるいは24時間後にやり直しをすること。ん？どういうこと？ 5、愛をもって参加者に接しましょう。メインゲームの不正？これは初めて聞いたな。参加者が違反すればペナルティとして死、フロアマスターが違反すれば24時間後に延期。あ、そういうことか。そういう風に読めるの。本当にそういう意味？なんかよく、なんかちょっと文脈が卑怯な規約だ。うん。あの事件という題名の手記が置いてある。かなり古い手記だ。読もう。あれから随分月日が経った。今も脳裏に焼き付く地獄の記憶。最初の試練で、僕は一人の人間を殺した。僕。僕っていうのって銀くんかソウさんだけじゃないの。この中では。最初の試練。他人を絶対に信用しない。僕はそう決めた。次のロシアンルーレットにも僕は参加しなかった。ソウさんっぽいな。これ、私たちが受けたことと同じことが書かれてる。彼らは言い争いの末、挑戦者は驚くべき人物に。彼らは言い争いの末、挑戦者は驚くべき人物に。17歳の女学生だった。圧倒的なカリスマ。彼女には人をまとめる才がある。一度目の犠牲会議。そこでも彼女は中心人物だった。だが、彼女はそこで親友を失った。二度目の犠牲会議。彼女以上に幼き少年。そして、最も彼女と意見の合った男。この二名が、ん？じゃあ、違うな。あれ？死亡した。え？あ、じゃあ違うことが書かれてる。ん？あれ？でもサラちゃんのことだと思ったんだけどな。え？このデスゲームってもしかして何回も同じ人物たちでやられてるとか？え？じゃあ私たちは人、え？
え、人間だよね、私たちって。ちょっとそれも心配になってきたぞ。ん？疲れ切った彼女を見ると、哀れに思えた。僕は初めて本心で会話をした。話が終わる頃には、憧れを抱いていた。自分が死んでも、彼女が優勝するなら良いと思うほどまでに。だが、三度目の犠牲会議で、彼女は死んだ。あ？赤の他人のために涙を流したのは、初めてだった。これ誰の日記なんだろう？これソウさんかと思ったけど、やっぱりこれ違うメンバーなのか？え、でもサラちゃん、え？どういうことだ？現在でも彼女の幻影を見てしまう。いろんな女を愛してみても、気は晴れぬばかりだ。僕は彼女を今でも。書きかけのまま、文章が終わっている。この手記は、一体、いやー、なんかいろいろ重なる部分があるけど全然違う部分もあるよね。彼女と最も気の合った男性っていうのは、絶対に九太郎さんではないと思うから。だし死んでないしね。なるほどね。ちょっとここでソウさんに話しかけたいところなんですけど、多分時間がね、いい感じなんで、今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なんか、ソウさんが知らない部屋めちゃめちゃ見つけてるね。探索得意なんだろうな、きっと。いや、すごいよね。細かいところまで見つけられる才能ってすごいなって私思うんですよね。物を認識する能力に全然私は長けてないので、そういう人に対してすごい憧れをね、抱いてしまうんですけど。いや、ソウさんすごいね。え、これで、君が本当に、みんなで脱出するためにやってくれる、味方になってくれるんだったら、私は、それを信じたいって思うよ。だから、頼むから信じさせてほしいよ。ってことで、次回は、ソウさんに話しかけるところからやりましょう。それでは、おつぴよでーす。